皆様おはようございます。3月の8日午前8時19分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日何曜日でございましょうか。火曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日はね、本当に、ね、皆様にね、あちらご迷惑をおかけして、ね、申し訳ございませんでした。何かマイネームではございません。私がね、ちょっと仕事がねものすごく立て込んでおりまして、第1部そして第2部の方もね、ちょっとできずじまいでございました。で、今日は今ね、第1部も、今日ちょっと難しいかもなと思ったわけでございますけども、ちょっと時間がね、3、40分ぐらいありますので、ちゃかーっとね、もう綺麗にまとめ上げてからのでございますよ。皆様に第1部をお届けしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。この収録が終わり次第ね、私はダッシュでね、家を、わかりますよね、皆様、もうヘッドスライディング並みにバレーとね出ていかないとまずいような状況になります。はい、ですからここはね、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。まあ楽しんでいただければというふうに思っております。で、なんで第1部をね、ちょっと急ぎ目で撮ろうかというふうに思ったのは、昨日ね、こちら、マイネームの2、先に言ってきました。今日の第2部もちょっとどうなるか分かりませんので、もしね、できなかった場合は、ツイッターの方でね、送ります。で、ごめんなさい、昨日の時系列的なところで言うならば、もう家に戻ってきたのはもうね、12時をね、超えていたような状況でありまして、ちょっとね、収録が難しいかなと、準備も全くしていない状況だったので、で、ものすごくね、もう朝のね、どれくらいでございましたか、それこそ本当に7時半、8時くらいから出て、帰ってきたのが12時過ぎくらいだったので、ちょっとかなり立て込んでおりましてね、収録がちょっとできなかったというところで、本当にね、申し訳なかったでございます。で、その後にね、実は私、マイネームのお二人が生配信をしているということをね、実は知りませんでした。知らなかったんでございます。あのね、連絡が来てなかったので、個別で。だからちょっと分かんなかったんですよ。まあ、突然もしかしたら決まったのかな。で、このね、今ね、皆様に見ていただいているのが、この、私が、まあ、今、押しておりますというか、まあ、頑張れよという形でね、まあ、少なからず、ちょっとバックアップをね、させていただいております。マイネームというお二人、YouTuber の方でございますね。今はまだね、チャンネル登録者様が1310名様ということで、まだまだそんなにね、多いわけではないんでございますけれども、何かを変えたいと、今彼らの年齢が20歳でございます。はい。もうやっぱりこう YouTube のね、業界の中で、自分たちをね、有名にしたいと、いうことで、YouTube で飯食ってきてんだと、いうことでね、熱い思いをね、私語られまして、一方的にでございます。よろしくお願いします。まあ、そこに対してね、まあ一方的というよりも、まあ、賛同を私、ビットマン TV いたしましてなら頑張れと、ね、もう日本一周行ってこいや、マジで、みたいな形でね、言ったわけでございますよ。OK でございましょうか。で、このお二人が、まあ、今ね、私が住んでいる地域の方を出まして、今ね、どうでしょう、昨日でございましょうか。それこそ先ほど言いました生配信をね、したわけでございます。今、大阪にいるらしいんですよ、大阪。で、このね、大阪のおっちゃんとライブっていうのがありますので、もしね、よろしければ見ていただいて、本当に私もね、楽しんで見ておりましたよ。昨日は、それこそこの生配信が2時間ぐらいあったのかな？そうですよね。10時ぐらいから12時ぐらいまで多分やってたと思うんですけど、ちょうど、私が家に帰ってきた時に、ツイッターでね、今帰宅しましたというふうにね、もう疲れ切ってバッと送った時に、ちょうどなんか終わったみたいなことをね、言っていたかなというふうに思っております。ですから、まあ、2時間ぐらい、生配信をしたわけでございますけども、この大阪のおっちゃんというのが、ビットマン TV をね、ご視聴していただいている方であれば、もう、ビットマン TV 号の特攻隊長、ハマチンでございます。特攻隊長、ハマチンでございますよ。あちら、ビットゲットさんのね、KCGI、はい、あちらですよ、ラファエルさんとのね、あちら、オフ会の件ってもらったんですかね、よろしくお願いします。もうそこはね、半分流されてるようなね、形にはなっておりますけれども、この真ん中に映っている方が、そう、ビットマン TV 号のね、シールを作っていただいているビットマン TV というね、シールを作ってくれている方で、私もこの動画で初めてね、ハマチンさんの、まあ、容姿、お顔をね、拝見したわけでございますけれども、まあ、私よりも先にね、出没をするという動画に出現してくるという、やっぱり特攻隊長ね、すげえというふうに思った次第でございますよ。ですから皆様ね、本当に温かくね、このお三方、もう新しく、ハマチン多分マイネームに加入したと思いますので、多分全国をね、一緒に渡り歩いていくと思うんですよ。はい。よろしくお願い。北海道までね、ハマチン行きます。嘘です。ごめんなさいね。よろしくお願いします。冗談でございますからね。冗談でございますよ。ですけれども、まあ、楽しくね、拝見できたかな。でもね、本当に疲れ切って、二人もね、疲れてましたよね。うん、見ていたら、もう途中でもうね、本当にもうグロッキー状態になって、もうたこ焼きをね、美味しそうに頬張っておりましたけれども、もうどっちがタコかわかんねえぐらいのね、ぶっさいくな顔をね、ごめんなさい。冗談でございます。晒しまくっておりましたよ。特にね、この左側の、左側の元木かな？元木の方かな？名前がそう、元木の方が、もう眠そうで、ね、眠そうで、もう体力の限界みたいなね、形にはなっていましたけれども、まあ、ハマチンと本当にね、語って、
ってくれたのかなというふうに思ってる次第でございます。本当にね、私、もうマイネームのお二人よりもですよ、ハマチン、本当にありがとうと、もう、今回のこの生配信に関しても、ハマチンがいなかったらね、当然ね、これ成り立たないものだったかなと。で、彼ら、二人もね、初めて生配信をしていたので、なかなかね、こう、たどたどしいような、こう、感じがね、いたしましたけれども、まあ、初めはみんな、そういうものでございますよ。私、ビットマン TV もね、メンタルマネージャーと二人でやりましたけれども、要領がね、なかなかうまくつかめずにということで、たどたどしい感じがしましたでしょ。ですけれども、何回か重ねていくうちにね、いい形で仕上がってくると思いますので、で、まだ、今さっきも言いましたけども、大阪、ハマチンと何日間かね、遊んでほしいなんて、まあでもね、ハマチンさんも、立派なね、社会人でございますよ。タイル屋さんをやっているということで、本当に立派なね、立派な社会人さんでございますので、まあなかなかこのお二人にね、ずっと付き合っていくっていうことは、まあ難しいと思いますけれども、あとね、何日間かは大阪にいるのかな、マイネームのお二人も。ですから、本当にね、私が言いたいのは、もうね、今から出会う方々でございますよ。わかります？視聴者様でございましょうかね。マイネームのお二人の視聴者様でございますよ。まあ、ハマチンさんはね、もともと私、ビットマン TV の、大事な大事な視聴者様でございまして、本当にね、私、ビットマン TV がバックアップするならということでしてくれたのかなと、私は勝手に、思っている次第でございますけれども、やっぱりこう、人の縁がね、こう、繋がっていくっていう様をね、本当に今ね、私見ておりますよ。わかります？マイネームのお二人。君たちのね、本当にね、ガッツ溢れるこの行動がね、いわゆるね、君たちに関わっている方々すべての気持ちをね、変えていってるんですよ、今。つまり。OK です。ですから、やっぱり、人っていうのは根本、義理人情でね、動く方々たくさんいますから、OK でございましたが、ここは、やっぱりね、人情をかけてもらっていると、つまり、君たちは、いいですか？義理をとにかくね、大事にして、とにかく、お金でね、こう、返せるっていうことは当然今ないと思いますので、まあ、それはね、いやらしいでございましょうけれども、私にすべて、請求していただいて、冗談でございます。昨日の生配信でも、ハマチンがね、とにかくビットマン TV に請求しまくるみたいな、もう私ね、無限 ATM みたいにね、なっているような状況にはなっておりますけど、一応ね、ちゃんと送っております。昨日もちゃんとね、入金しましたから、入金しておりますから、彼ら二人にはね、ここはね、よろしくお願いしたいところでございますので、まあ皆様ね、共通認識で、お願いいたします。で、先ほども言いかけましたけれども、やっぱり人っていうのはね、義理人情で動いてる方がほとんどでございますよ、世の中は。で、さっきも言いましたように、やっぱり頑張ってる若者をやっぱりこう応援したいっていうね、方々もたくさんいる中で、君たちはほんとね、幸せ者だと思いますよ。私は思うのはね、だからひょんなことから私と出会って、まあサウナの中でね、出会いまして、そこからね、日本一周をするというふうに、まあ二人でまあ言っちゃうと決めて、で今実際に行動を移して、そこに言っちゃうとね、人情的な支援をしてくれる方がたくさん今出てきていると。そこに対してやっぱりね、義理、人情というふうに何遍も言いますけど、言いますから、やっぱ義理をね、書いてはいけないと。やっぱりお礼お礼お礼ですよ。謙虚にね、行く。これがとにかく、やっぱり人の心を引きつけるね、一つの要因なんじゃないか。心の底から、君たちをね、応援したいってね、思う方々を今後またさらにね、さらにさらにですよ。日本全国をマジで力いっぱい練り歩いてね、集めて、行ってくださいよ。本当にお願いいたしますよ。私、ビットマン TV もね、君たち二人にはね、本当にね、YouTuber ドリームをね、見せてほしいというふうにね、思ってる次第でございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。でね、ほら、ビットマン TV とこの前話した、あと、ソウルマンとかね、あと、メンタルマネージャーと話しましたけれども、電話でね、その時に生配信をした方がいいんじゃないかというふうに言っていて、まあ、ハマチンが主導でやってくれたのかな。やる前に私の方にハマチンから、連絡があったんですけども、ごめんなさいね、ハマチンね、本当に見れなくてね、すいません、先ほどテレグラムで連絡取りました。餃子の丸岡で行きます。餃子の丸岡、バリーとね、ほんと1000個くらいバーン送ってあげようかなと思っております。ガチです、これ、ガチでございます。ですから、会社やっているんであれば、従業員様のお人数、教えてください。よろしくお願いいたします。はい。ですから、まあね、なんて言おうかなというふうに思ったわけでございますけど、ハマチンもね、本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっとこうね、何を言おうかなと、今、バッとね、もう頭からバリーと抜けちゃったわけでございますけども、本当にね、頑張ってほしいというふうに思っておりますので、そう、ハマチンがだから主導したのかな、生配信はね。ですけども、ごめんなさい、さっきの話ですよね。5人でね、話した、メンタルマネージャー、ソウルマン、私、そして2人で話したときに、生配信をね、やってみてもいいんじゃないか、というふうに言って、まあ、即行動に移す。これはやっぱりね、偉いですね、偉いと思いますよ。やっぱりね、こう、言われたことをやってみようかというふうにチャレンジしてみよう。何事もチャレンジでございますから、いいですか？やってみる、とにかくやってみる。で、うまくいかなかったら、舵取って、もう違う方向にバッて舵取っていけばいいわけでございますから、OK ですか？で、今、君たちがね、やっている、大きなこの流れ、つまり日本一周という流れ、これやってみる。これ間違いじゃないとね、ビットマン TV は思っておりますよ。で、5000名様ね、行くまで
で帰ってこないとね、自分たちが。で、それを言うとね、いいですか、5000名様に行かせないマンが出てきますから、ここはね、私も期待しております。よろしくお願い5000名様行かせないマンが出てくる可能性がありますので、ね、よろしくお願いいたします。ここ煽っております。よろしくお願い。なかなか4900名様ぐらいから増えねえなみたいなね、形になる可能性がありますので、ここはね、よろしくお願いいたします。振りでございます。よろしくお願いいたします。まあ冗談でございますけれどもね、本当に頑張ってほしいなと。で、今から上にぐーっとね、また上がっていくのかな、日本の北の方にね。で、北海道まで、まあ、行くって言っておりますので、一応ね、私、視聴者様、何名様からか、連絡をいただきまして、本当にマイネーム、二人がね、来るんだったら、いいですよ、みたいな形でね、言ってくれた方います。います。ぶっちゃけた話、います。ですから、あとでマイネームのお二人にはね、そこも含めてお伝えをしようかなと。で、あとはね、私が寄ってほしいところ、みこっちゃんのね、だるま屋さんであるとか、千葉の。でも、なんかね、だるま屋さんもね、マンボウが、やっぱ延長になるのかな？で、店が開いてないかもっていうふうに言ってたんですよ。ですけれども、ちょっとこうね、画像で映すぐらいはね、してほしいなというふうに思っておりますし、あとは、焼き鳥みどりさんもね、ありますし、はい。ここら辺もね、こう見ていただき、寄っていただきたいなというふうに思っておりますので、で、あとは、まあ、いろいろありますよね。本当に行ってほしいところはね。ですから、ここをね、私、後でリストアップしてね、抜けていたところに関しては、まあ、帰り、往復、袋ですよね。そこで、ま、寄っていただくっていう流れもあるかなと思いますので、予想外にね、彼らがね、早かったんでございます。岡山県の、焼肉屋さんもね、ありましたから、ここもね、含めて、ちょっと寄ってほしいなっていうふうには思ってる次第でございますけども、リストアップをしてね、行かないといけない。あと、1日2日ぐらいでちゃんとこうリストにしてあげないと、彼らも意外とね、まあ、でも、どうでしょう、ハマチンと話している流れの中で、ちょっとゆっくり行こうかいなっていう意識が本人たちの中でも出ているんじゃないかなって思うんですよ。ですから、こっから、ちょっとこうね、一気にね、今、もう大阪の方にバーって行っちゃったので、私もこう、いろいろ寄ってほしいところがあったんですけど、そこも含めてね、ちょっとスローダウンをね、してくれるんじゃないかなって、本当にハマチね、ありがとう、本当に。そのアドバイスもマジでナイスだったと思います。やっぱり、こうね、いろんな、こう、旅系の YouTube ですから、今は、とにかく、今はね、今は。ですから、いろんなところ見てみたいなって思う方も多分いると思うんですよね。そういったところも含めてね、いろんな県にちょっとこう、ちょっとでもいいから寄ってみてっていうのをね、してもらいたいなーっていうふうに思いますので、で、これをね、これが終わった暁には、やっぱりマイネームお二人のね、間違いなく財産に、ね、なると思いますよ。ですから、もうここまでやったんだったら、もう消えることはありえないですよ。いいですか？今君たちが、いいですね。の未来の奇跡ですよね。奇跡。いわゆる道筋をね、今ずっと作っているようなね、形でございますから、ここの日本一周を終えた後に、やっぱりね、いろんな人と出会って、君たちを応援してくれる人、たくさんの人と出会ってね、さらに拍車をかけて、ぐっとね、ぐっと行ってほしい。で、登録者様がさらに増えてきたら、やっぱりね、この日本一周を経て、出会った方々が君たちと出会ったこと、初めの YouTuber として、初期段階の君たちと出会ったこと、本当に自慢できるようなね、ぐらいの大きなね、YouTuber になってもらいたいなーってビットマン TV はね、思っておりますよ。本当にもう100万人であるとか、200万人であるとかね、そういった登録者様がいるようなもうビッグ YouTuber にね、なってくれることが、まあ、ある意味君たちが恩返しができる義理かもしれませんからね、これは。本当に思います。で、その、いいです？想像してみてくださいよ。本当に100万人、200万人っていう、もう超ビッグ YouTuber になった時に、君たちがもう一回ね、日本一周をして、いわゆる恩返しの旅でございますよ。ハマチンさんの家に行ってね、ベンツか何かを お送りするとか、はい。もう車を買ってあげますみたいなね。経費で落としますみたいなね。形で行くであるとか。まあ、ハマチンさん自体がね、困ってはないと思いますけれども。あとは仮想通貨のビットコイン、2ビットコインあげますみたいなね。形でやってみるとかでございますよ。OK ですか？ですから、今はね、そう、かけてもらった。いろいろ人情系のものであると、そういったものは返せないとは当然思います。今なかなか難しいかなと思いますから、今は若いからこそ甘えてもいいと思いますよ。本当に甘えてもいいかなというふうに思っております。でも、そのね、その甘えてもいいんですけども、それをずっとね、こう、わかります？こう、すり寄っていくっていうわけではなくて、さっきも何遍も言ってますけれども、やっぱりこの、義理を返していくっていうフェーズにね、必ず自分たちがなるんだと。それは何なのかと。なんで自分たちを応援してくれてるのか。ビッグ YouTuber にね、自分たちを育ててくれようとしているっていうね、それですよ、言っちゃうと。だから、そこが君たちのある意味恩返しのところで、登録者様を増やして何べんも言いますけども、それをね、こうバックにつけてですよ。例えば、今から応援してくれる飲食店の方であるとか、そういったところのね、お店を紹介したりとか、あとはハマチンさんもタイル屋さんをやっていますから、タイル屋さんの紹介をしたりとか、そういう風にしてね、恩を返していくわけでございますよ。そうすればまた君たちがね、なんかこの YouTuber って本当に他の人と違うなみたいな案件としてもらってるわけじゃないと、自分たちが受けた恩を今ずっと返し続けていく YouTuber になるんだみたいなね、形で一つ確立させてみてくださいよ。人情経
YouTuber いいじゃないですか。OK ですか。うん。そういう風にして、君たちがね、大きくなるのを、私は本当にね、ビットマン TV で、ね、楽しみにしておりますから、ここはね、よろしくお願いしますよ。本当にね、心の底から頑張れという風に私応援をしておりますのでね、今後ともぜひとももしね、マイネーム、街中で見かけたら、あ、一応進捗状況は YouTube の方とか、あと、インスタグラムかなをやっているらしいので、そちらを見ていただけたら、今どこにいるよというな、だから、今どこにいるっていう、進捗状況ね、それをある程度頻繁に上げればね、また個別で多分連絡来ると思うんですよ、彼ら二人にね。そう。あとインスタグラムもやっておりますので、個別チャットが来てね、ぜひとも来てくださいよというふうに言われるかもしれませんから、その、まあ、なかなか今ね、YouTube だけに、こう結構フォーカス当ててやっているので、他のね、SNS 媒体に手を広げるっていうのはちょっと時間的に難しいかもしれませんけれども、今こそやっぱりやるべきかなと思いますので、自分たちが今どこにいるんだっていうのを、ちょこちょこちょこって進捗状況でもお伝えするっていうのは、やっぱり重要なことかなと思います。で、その中で視聴者様がね、会いに来てくれて、それをまた動画にしていってという形で、やっていってもね、やっぱりいいんじゃないかなと思いますので、とにかく今は、もう間違いなく味方をたくさん増やすね、フェーズに入っておりますからね、ここはね、頑張ってくださいということで、よろしくお願いします。まあ、とにかく、昨日の生配信で、ね、本当にハマチンさんね、お二人を、実家でございましょうか、実家の方にね、受け入れてくれて、本当にね、宿までね、提供してくれて、本当にハマチン、ありがとう。本当に心の底からね、私ね、嬉しいでございます。本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。二人もね、本当に心の底からね、お礼をね、言ってくださいよ。よろしくお願いいたします。はい、またまたね、何かしらの動きがありましたらお伝えいたしますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、で、今日は、ごめんなさい、チャカチャカ行きましょう。内容なんですけども、重要ニュースがお二つ、そしてチャート分析が、ビットコインとイーサリアム、あとは IMX かな ?IMX。うん、あとは、一つ、アスターを見ていきましょうかね。アスター、4通貨いきますので、皆様、よく喋るおっさん、ビットマン TV の第1部の配信、ぜひとも、楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグお願いいたします。お願いいたします。いきます。まずは、お一つ目。こちら。本当にいいですよね。若いって力がね、エネルギーがあって本当にいいと思う。私もね、負けず、劣らずで行きましょうということで、お二人もね、日本全国を渡り歩いてる私はね、仮想通貨業界の、はい、YouTube 配信、者としてね、やっぱり、今後もね、より一層、大きくね、なっていきたいなというふうに思いますので、私も含めまして本当にね、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。NFT 系の L2、レイヤー2の Immutable X、230億円調達ということで、ちょっとね、こう、結構目立ってきてますよ。最近ね、この Immutable X っていうのがね、私ね、持ってないんですよ、これ。持ってない。ですけども、これはかなりね、資金調達額がすげえんじゃねえかみたいなね、形で思っております。まあ、行きましょう。仮想通貨イーサリアムレイヤー2ソリューション、イミューテーブル X を開発する、オーストラリア初のイミューテーブル社は、7日、シリーズ C ラウンドで230億円をね、調達したことを発表と。で、シリーズ C を主導したのは、シンガポールの政府系ファンド、テマ、セックでいいんですかね。で、アニモカ・ブランズ、そしてテンセント、そして、パラ・フィ・キャピタル、そしてアリングトンキャピタルといった新規投資家やアラメダリサーチ、エアスリー、ごめんなさい、エアツリーベンチャーズ、ディクラレーションパートナーズ、ファブリックベンチャーズ、ごめんなさいね、などの既存の投資家も参加、まあ、いろんな投資家が参加をしたということですね。で、イミテーブル X、スタークウェア社が、開発するレイヤー2ソリューションで、オフチェーン仕組み、まあ、持っている方もいますよね。IMX という通貨。はい。オフチェーン仕組み、ZK ロールアップを利用して、ゼロガス台で、秒間9000回の取引を、処理できると。で、NFT 専用のレイヤー2として、NFT カードゲーム、ゴッズアンチェインや、ギルドオブガーディアンズに対応を、現在、ゲームストップ、TikTok、オープンシー、そしてエンバースウォード、まあ、こういったね、企業、いろんな企業が、イミュテーブル X を利用して、アプリをね、とにかく今開発をしているらしいんですよ。ですから、今後のね、注目通貨の一つになってもおかしくないよね、ってちょっとこれ思ったんですよ。いろんなところが関わっているということですね。で、イミュテーブルは新たな資金で、イミュテーブル X を導入するクライアントの獲得や、グローバル展開、チームの拡大、M&A などの事業を進めていくと。で、また、今回のね、投資家であるアニモカブランズも、イミテーブル X のネットワークを利用する計画をしているということですね。で、同社の共同創設者、やっとシュー氏は発表で、アニモカブランズのポートフォリオにあるコンテンツをね、どのようにイミテーブル X に導入していくかワクワクしていると話したということですね。で、アニモカブランズ傘下には、ザ・サンドボックスなどの人気作があると。で、イミテーブルは、いいですか?昨年9月に約70億円を調達。今回の調達額を加えて、企業の評価額は約2900億円に上るということですね。で、イミテーブル X のネイティブトークン、IMX は、資金調達の発表を受けまして、一時プラス 50% で急騰したと。まあ、このね、仮想通貨の地合いの中で、結構ガッとね、上がっていっていたので、やっぱり気になるところでございましょう。で、これね、ちょっとごめんなさいね、英語がたどたどしかったんでございますけども、かなりいろんなところがね、まあ、ある意味期待感を寄せて、このイミテーブル X というところに、まあ、ちょっと投資をしているということ
なので、今後ね、本当に、来る可能性のある通貨の一つとしてはね、意識をしておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。あとで、チャートね、見ていきましょう。で、次行きまーす。次はこちら。アスターですね。行きましょう。日本初のアスターネットワーク、アメリカのコインベースから戦略的な資金調達を行ったということで、ここもね、アスター見ていきましょう、チャートを。行きまーす。コインベースからも資金調達。はい。日本初のパブリックチェーン。まあ、このね、日本初のパブリックチェーンというと、市電ネットワークでございます。もうね、ここがね、もうね、半分剥ぎ上がりかけているんでございますけども、剥ぎ上がり通貨の仲間入りをね、もう少しで果たしそう。私の中では。ですけども、一応ね、私もね、集めているはいるんでございますよ。もうせっかくこう買っているからね、まあ、日本初のということで、ちょっと期待を寄せていきたいなというふうに思っているわけでございますけども、まあ、市電ネットワークもありますし、今このアスターですよね。アスターネットワーク。ここが7日にアメリカの大手、仮想通貨取引所コインベースの VC 部門から戦略的資金調達をしたことを発表と。で、なお具体的な金額は明かしていないということですね。で、渡辺壮太氏が代表を務めるアスターとその中核企業である、ステークテクノロジーズは、はい、以前、ポリチェーンや、アラメダ、ごめんなさい、リサーチ、先ほど出てきましたね。で、あとはバイナンスラボ、フォビベンチャーズ、OKX ベンチャーズといった大手仮想通貨ファンドに加えて、ギャビン・ウッド氏や本田圭介氏といったエンジェル投資家から、計3300万ドル、約38億円のね、資金調達に成功しておりますということですね。で、一応アスターについて読んでおきましょう。アスターは、まあこれはね、ポルカドットの、あのオークションですよね。あちらでありましたもんね。昨年12月にポルカドットのパラチェーンオークションで3番目にスロット王枠を獲得し、今年の1月17日にメインネットをローンチしたと。で、インターオペラビリティ、相互運用性をサポートするポルカドット上で、マルチチェーン、スマートコントラクト、プラットフォーム、そして具体的にはダップスのハブになることを目指していると。で、同チェーンは EVM と WASM、の両方に対応しておりまして、他のチェーンの開発者が自身の開発言語に縛られることなく、ポルカドットネイティブなダップスをね、構築できる環境を提供しておりますと。で、さらに開発者のインセンティブ設計プロトコル B2E を導入し、ビルドトゥーアーンというやつですよね。開発者の負担が大きいダップ開発の課題をね、解決することで知られているということですね。で、ローンチ後の動向はどうなっているのか。まあ、ローンチっていうとね、パイネットワーク期待したいところでございますよ。私はね、話は変わっておりますけど、パイネットワークをちょっと期待しているビットマン TV でございます。はい、行きましょう行きましょう。アスターは、メインネット立ち上げ後、ディファイや NFT といった分野で動きを見せていると。で、アスターチェーンの TVL、まあ、ロックされた総資金が、2月の23日に7億ドルを更新。ポルカドットパラチェーン全体の、このロックされた総資金の 42.4% を占め、最高金を記録したということですね。で、またいいですか？21年に大きな関心を集めまして、今年に入って大手企業が続々とね、参入している NFT の分野においても、すでにいくつかのプロジェクトが、はい、アスター上で立ち上がっておりますよということなので、まあ、今後のね、期待のこちらも通貨、IMX 先ほどの通貨と、まあ、アスターね、ちょっとこうね、注目をしておいてもいいかもねと、投資家の方々がね、こう注目をしている通貨でございますから、やっぱり開発をね、していってほしい。あとは、そのプロジェクトに対して期待を寄せているというところがたくさんあるんでございましょうから、やっぱりこういったニュースに上がってくるね、通貨に関してプロジェクトに関しては、やっぱり注目をしておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュース、あとはマイネームのご案内は以上となります。そして行きましょう。本日のチャートムゼーキパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと、一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。ちょっとね、時間が押しまくっておりますので、ごめんなさい。ちょっとね、サクサクるとね、行きたいというふうに、ある程度ポイントをね、かいつまんでいきながら行きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしますよ。まずは、ビットコインなんでございますけども、私もね、昨日見てなかったんですよ、全然。ニュースの方も。ですから、ちょっと一日ぶりに見るなという形で、ちょっと落ちてはね、来ておりましたね。保存されました。ありがとうございます。はい。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が3万8000ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、まあ、ちょっとポイントだけをね、かいつまんでいきたいなというふうに思っております。で、今ね、上昇チャンネル内を、日足で見ていただいたらね、わかるように、綺麗にね、推移はしております。はい、ちょっとごめんなさいね。上昇チャンネルの中を、綺麗にね、推移はしているわけでございますけれども、その上昇チャンネルの中でね、一旦、三尊を作っていたんですよ。で、その三尊のネックラインに、今チャレンジをしているんでございますけれども、もう一発ここで三尊を作っているようなね、状況になっております。はい、ダブル三尊みたいなね、状況になっておりますよ。OK です。ですから、この時間、まあ、4時間でちょっと見ていただいたらわかるかなと思いますけども、こういった形。はい、ちょっと荒いですけど、三尊を作っ
っているような状況で、このネックラインでまたまたここに3ゾーン作っているということなので、これね、いいですか、今このねネックライン、ドルベースでいくならばもうちょうど多分3万7000ドル、37,250ドル付近、このラインをちょっとね割れ込んでしまうと、この上昇チャンネルの下端値、はい、ドルベースでいくならば3万と4700ドル付近でしょうか、今の値位置でいくと、その値位置のアタックにねやっぱり入ってくるんじゃないかなというところで、ここはねちょっと気をつけてほしいなというふうに思っております。で、あとは RSI 値もね40から50の間、つまり、まあ、50以下というところで弱気派がちょっと優勢なね状況になっておりますので、ちょっとこうね上がってきた際にやっぱりわかりますよね、移動平均線が上からまあ覆いかぶさっておりますし、特にこのね、上昇チャンネルの中線付近ですよ、4万800ドル付近に長期と中期の移動平均線、赤と黄色のね移動平均線があります。で、あとは日足でも見ていただきたいんでございますけども、日足になると、この今ちょうど直上付近ですよね、ドルベースでいくならば、もう本当に4万ドルぐらいです、4万ドルぐらいにこの青い短期と、あとはこの黄色い中期の日足レベルの中期の移動平均線がありますから、上に上がってきたとしても RSI 値40から50の間でやっぱり弱気派優勢ということで、売り圧がかかってずれっとね落ちてきて、この3ゾーンのネックラインチャレンジにね入っていく可能性がありますよっていうのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。だからそこを払拭するためにはやっぱりこのね、高値を結んだらやっぱりこう抜けていく 4万2000ドル付近をやっぱりこう抜けていかないと、先ほど見ました移動平均線群ですよね、そこをやっぱり明確に抜けていってね、力強さがなかなか出てこないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ欲を言うならばいいですか、やっぱりこの上昇チャンネルを上にブレイクしてきてからの、短期並びに FX 勢はロングインがいいかなと思いますので、そこはね押さえておいてください。あとは落ちてきた際にこの上昇チャンネルの下端値がどういった形でやっぱり作用してくるのか、大きく反発をして買いがね入ってきて、強気派がなんとかこのラインをね守っていこうとするかどうか、ここをもし守りきれなかった場合はいいですか、これ、最悪の事態を考えていくならば、やっぱりねこのヒゲまで加味した3万3000ドル、ここを割れ込むと下落相場がね再開する形になるかなと思います。下落相場が再開という形に3万3000ドル割り込むとなりますので、3万ドルをやっぱりもう一回付けに来るね動きが出てくるでしょうから、ここはね注意をしておいてください。もう、今のこの基調をいいです、強気相場に転換させるのか、いわゆる弱気相場再開させるのかっていうのは、強気相場に転換させるのはこのねやっぱり4万9000ドルであるとか、この長期の移動平均線を超えていったあたりぐらいから、まあ相当様子が良くなってくるでしょうから、そのあたりぐらいからやっぱりね強気相場が、開始されていくんじゃないかなと。で、弱気がね開始するのはやっぱりこのね加担値3万3000ドルを割れ込むと、やっぱり弱気相場がね、再開をずるずる落ちてきているこの再開をして しまいますので、3万ドルというところがねやっぱりこうより一層意識されて落ちてくる可能性がありますので、ポイントとなる値は3万3000下は、で上に関して言うと、まあ、4万9000というところが、まあ、かなり幅は広いんですけどもね、一つ指標として、トレンドの大きな流れを掴んでいくのはその2つかなというふうに思いますので、ここはね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。ですからどっちに行くのかまだ分かんないという状況でございますので、ある程度ねこう短期 FX で勝負かける方は、まあ、今はねなかなかほら上昇チャンネルの中にいますので、上にこの上をアタックするとか、下に、こうねアタックしている時に例えばロングインしてみるなり、ここでのショートインをしてみるなりっていうのが、まあ、極端な場所で入っていくのがいいかなというふうに思いますので、そこは意識をしておいてください。そうすれば下に割り込んだらロングであれば逃げればいいです、損切りをすればいいですし、例えばこの上端値でショートで入っていくんであれば上に抜ければね、損切りをすればいいだけですので、ある程度動きがはっきりしそうな、ライン付近で勝負をかければ損切りラインもはっきりあらかたわかるかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます、行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします、お願いいたします、行きます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、2500ドル付近をね、推移しているような形になっております。でこの通貨に関しましてはいいですか、まあ、単体で見るならば三角持ち合いをシンメトリカルトライアングルですよね、三角持ち合いもある程度綺麗な対称型ですよね、その三角持ち合いをもう下に割れ込んでおりますので、ちょっとこれはね様相があまりというか完全によろしくないと、なんとか強気派がねここからぐっと反転させていって、上に持ち上げていこうとするはするんでございましょうけれども、やっぱりこう売り圧がかかってね、この日足レベルの移動平均線であるとか、やっぱりこの三角持ち合いのもともとサポートとして効いていたラインであるとか、そこら辺が、レジスタンスとなってずりと落ちてくる可能性が、押されて落ちてくる可能性がありますので、やっぱりこれはね、三角持ち合いの中に回帰してくる、さらに言うならばこの日足レベルの中期の、まあ、いわゆる移動平均線ですよね、ここ抜けていかないとやっぱりなかなかねことが始まってこないかなと思いますので、ここまでもし上げてきたとしても、ある意味2780ドルぐらいまで上げてきたとしても売り圧がかかって、まあ
騙し上げみたいな形でずるって落とされる可能性がありますので、まあ、そこは注意をねしておくべきかなと。ですから今であれば逆に言うと戻りでのショートインっていうのが現実的にはいいんじゃないかなというところがありますので、2700ドル付近までぐっとねちょっとぐっと上がってきたらショートインをして逆に押されの落ちを狙っていくみたいな形でねやっていくのがベストかなというふうには思っている次第でございます。 OK でございましょうか。で移動平均線を越えてから、超えたらまあ損切りをするなり、右上がりのトレンド上に乗ったら損切りをするなり、はたまたある程度粘れる方がいるんであれば、まあここですよね。まあそこまで行くと粘りすぎかな。この三角持ち合いのレジスタンスラインを突破したら損切りをしていくなりしていくのがいいかなと思いますけども、ここはちょっと粘りすぎかなと思いますので、あらかたのところでまあ切っていくのがいいでしょうかね。損切りを考えるんであればですよ。で利確に逆に言うとショートインをして利確を考えていく、戻りでの2700ドルでのショートインをして下げを狙って利確を考えていくんであれば、やっぱり2300ドル、そして2200ドル付近だから2200から2300ドル付近である程度利確をね意識していく。でもし2200を割れ込むと2000ドルないしは1700ドルっていうところが現実的にね意識されるラインになりますので、ここは真面目にね注意をしておいてください。もしロングインで入ろうかなと思っている方はね、ここは注意かなというふうに思いますので、よろしくお願いしますよ。やっぱり三角持ち合いの中をね4時間も見ても移動平均線が密集しておりますので、なかなか上に上がってきても騙し上げみたいな形でずるっと落とされる可能性がありますので、ちょっとそう上がってきた時のショートインはねある程度いいかなっていう感じはねいたしております。この移動平均線までグッと上がってきた時にショートインをかましてグッと下のね、落としを狙っていく、もしくはこのね三角持ち合いのもともとサポートとして効いていた裏タッチまで上がってきた時にショートをかまして下げを狙っていくみたいな形で、抜けていったら損切りをしていく、下に下がってきたら2300から2200ドルぐらいである程度利確をね考えていくっていうのがいいでしょうから、ここはねよろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。行きまーす。次はちょっとごめんなさいね、目が回るかもしれません。下にぐーっと下ろしていきますよ。行きまーす。次はこちら IMX をね見ていきましょう。行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。まず、IMX なんでございますけれども、ただいまの価格が 1.58 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、下落のね、下落チャンネルをずーっと描いているような状況になっておりまして、で、その中を、いいですか？このね、わかります？ちょっとこうアップで見ていきましょうかね。冷やしで見た方がちょっとわかりやすいかもしれませんね。冷やしで見ていきましょうか。はい、こういった形。三尊をね、作っていたんですよね。ここで三尊を作っていてからの、そのいわゆるネックラインですよね。このネックラインが、ここ、レジスタンスとして意識、なんでここで止まってるのかなと思ったら、このネックラインが多分効いてるんですよ。ですから、もしこれ、いいです。今、下落チャンネルなら推移しておりますけれども、やっぱりその IMX ね、先ほど見ましたけれども、あちら。注目をね、アプリ、開発の方で使われているということで、注目をされるようなね、通貨の一つになりそうなんですけど、やっぱりこの下落チャンネルを上に抜けていかないと、この中期の移動平均線もありますから、黄色いラインですね。ですから、なかなかね、力強さが出てこないかなと。で、抜けたとしても、やっぱりこのね、冷やしレベルで見たらはっきりわかりますけども、三尊のネックラインがやっぱり邪魔になりますし、あとは、この弱気雲も上にドーンと待ち構えてますので、もし短期並びに FX で、勝負をしたい。ないしは、上がってきて、ある程度トレンドが変わってきた後に入っていきたいなというふうに思う方がいるんであれば、やっぱりこの、雲を抜ければね、ある程度、一掃されるかなと、すべての意識されているラインが一掃されるかなと思いますので、いいですか？そういったところを加味するならば、まあ、3.9 ドルとか、まあ、4ドル付近を超えていければね、あらかた強い、上昇の目に入っていけるんじゃないかなというところで、まあそこをね抜けたら、まあ短期並びに FX 勢はまあこれおすすめでございましょう。で、まあ今後ね期待して買っていきたいなというふうに思う方がいるんであれば、ある程度まあ今ね、落ち目に合っておりますから、まあ下がってくるたんびにねちょこちょこ入れていくみたいな、まあゼロ、ここまで来たらゼロになることはないと思うので、そこを期待してちょこちょこ資金に余力があるときに集めていくみたいな形で、だけれども上昇の強いね目っていうのはやっぱりこの4ドルあたりを抜けてこないとちょっと始まってこないですよというのはね意識をしておいてほしいなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。下落チャンネル内推移で、抜けたとしてもやっぱり三尊のネックラインがまだ邪魔になるかな、あとは冷やしの弱気雲が上にズーンと待ち構えてますから、上値はまだまだ重たいですよっていうのは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、で次行きます。今日の最後ですね。今日の最後はアスターを見ていきましょうかね。行きます。アスターネットワーク、アスターでございますけれども、ただいまの価格が 0.1 ドル付近をね、推移しているような形になっております。でこの通貨に関しましては、一旦ね上場をした後に力強くいわゆるねサポートを作りながら、いうちょっと右上がりのね状況でずん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 ね力強く上がってはいたんですよ。ただしやっぱりここね、高値を結んだラインなかなか更新できずにヒゲで押されて、そういったところ行くと 0.15 であるとか、まあ 0.16 であるとか 0.15 から 0.16 ドル付近でのやっぱり売り圧がかなり
上髭残してかかっているということなんで、今からぐっと上がってきたとしても、そのラインでの 0.15 から 0.16 ドル付近での売り圧はね、ある程度やっぱりかかってくるかなと。だから、この価格帯を抜けていったらね、ある程度強さがまあ出てくるでしょうというのは意識はしておいてください。まあ、これはっきりわかりますよね。売り圧がかかっているというところでございます。で、今のこの状況を見ると、もう結構ね、上場後からのある程度安値付近まで落ちてはきております。んで、あと一つ言えるのが、やっぱりここ、このね、オレンジのライン、0.11 ドル付近、このラインがね、ちょっとごめんなさいね、4時間もちょっと見ていきましょうかね。はい、こういった形。はい。0.11 ドル付近が、あらかた、こう、サポートとしては意識かなりされているラインかなと思いますので、この 0.11 ドルを、まずは一旦抜けていくっていうのが重要なところでございましょう。抜けていければ、あらかた力強さが出てくるかなと思いますけども、長期の移動平均線が4時間足レベルで出てきてますから、0.12 での、抵抗。そして、あとは、このね、長い間効いていたトレンドのサポートラインでの裏タッチでの抵抗があるでしょうから、いいですか ?0.14 ドル付近。ですから、この2つをね、抜けていて、ようやくもう一回、このトレンドライン上に回帰をしてくる。というところでございます。OK です。で、弱気の雲も発生しておりまして、その下を推移しておりますので、とにかくね、これね、短期並びに FX で入ろうかなと思っている方は、もう一回このトレンドライン上に乗っかってからね、入っていくのがいいかなと思いますよ。0.14 ドル付近を超えていければ、短期並びに FX では勝負のかけどころにはなるんじゃないかなというふうに思います。で、そこからの 0.15 から 0.16 でのチャレンジで抜けていけば、史上最高値をある程度更新していくようなね、流れになっていくかなと思いますので、もし短期、まあ、ニュースが上がってきてますけども、短期 FX で考えている方は、ちょっとまだ待っておいてもいいかもねっていうところ。で、長期保有目的で、このね、アスターに関しては、まあ、日本初のパブリックチェーンということで、もう、あちら、コインベースもある程度関わっているかなという状況になっておりますから、今後期待してね、まあ、買っていきたいなというのを思う方がいるんであれば、今、安値付近にはいますので、ちょこちょここれもね、IMX と同様に、買い集めをね、ちょっと、意識していってもいいかもね、というのは思いますので、ここはね、よろしくお願い。まあ、ゼロになることはまあないかなと思いますけども、そこに意識しておいてもいいかなというふうに思っている次第でございます。OK です。で、あとは、まあ、ずるずるね、もし落ちてきた場合、やっぱりあと一つだけラインを入れたいわけでございますけども、下落チャンネルをね、やっぱり意識する方が出てくるんじゃないかなというふうに思いますから、そこを加味するとね、こういった形で、はい、下落チャンネルがね、こう作られてくるかなというふうに思いますので、もし落ちてくるんであれば、下落チャンネルの形ですよね。ちょっと細かいですけれども、いいですか?こういった形。はい。ドルベースでいくならば、ここ、0.09 ドルぐらい、ここをね、またアタックしてきて上に上がってくるのかどうか、もし割れ込んでしまうと、さらに下掘ってね、この最下端ですよね、0.08 ドル付近まで落ちてくる可能性がありますので、そこはね、注意をしておいてください。まあ、とにかく、今はね、短期 FX 勢はちょっとまだ入るべき場所じゃないかな、という 0.14 ぐらいを抜けていったらね、ある程度見ていけるの相場感になると思いますので、ここは意識をしておいてください。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そしてごめんなさい、今日の第2部の配信がちょっとまたね、これね、帰ってくるのが遅くなるかもしれませんので、もしかしたらできないかもしれませんから、ここはね、その時はまた、皆様の方にツイッターの方でね、ご案内をいたしますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日の第1部の話、以上となります。もし第2部がね、できるようであれば、そこでお会いしましょう。できないんであれば、明日、またね、配信の方で、お会いしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、またまた、今日のね、火曜日、皆様、お仕事、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは、以上と、ごめんなさいね、なりますので、お願いいたします。バイチャップ。